ウミウシとは、アトエラ類中で、貝殻が縮小、体内に埋没、消失などした種の総称。アトエラ類は、軟体動物門曲即綱に属し、以前はアトエラアコウとされていた。近年は、稀にアトエラ目とすることがあるが、正式な分類群としては認めないことが多い。アトエラ目を置く場合、以前の目は繰り下がって、ア目となる。 このような不統一があるため、以下では原則として、分類群は単に類とする。海ウ牛ウという呼び名は、例えば、カエルイコール両成功ムビメといったように、生物学的な分類群と1対1で対応したものではない。使う人の風土や習慣、知識的背景によって異なったカテゴリーを示している言葉である。また、後選べの分類自体が未だ流動的である。 これらの理由により、ウミウシを分類学的に簡潔に説明するのは難しく、しばしば養蜂の不一致による混乱を生じる。肌カエラ類が典型的なウミウシとされることが多く、ウミウシとは肌カエラ類のことであるとされることもある。しかし、肌カエラ類以外のアトエラ類にも、和妙にウミウシを含む種は多く、和妙に貝を含む種にも貝殻が極めて小さく、 ウミウシに含められる種が少なくない。ただし、貝殻の退化した後エラ類であっても、翼のようなヒレで遊泳する裸メガイなどの裸角翼足類や、雨フらしの仲間であるブタテ類がウミウシであるかといった質問に対しては、各個人の背景によって、性肥療法の答えがあり得る。裸角翼足類はウ,ミウシに含めないことが多いが、ブタテ類については様々で、地域によっては、 明確に含めることもある。かつては空気呼吸を行う貝殻の耐火した複足類であるイソアアモチを海ウ牛ウの一種としていたこともあったが、現在では収む岩木とされている。下記するようにとても鮮やかで派手な種が多いため干渉生物として人気がある。これは同じく貝殻の消失した複足類であるが、剣王の対象とされるナメクジとは対照的である。 燃料サチェンバレニー裸エラりのドウリス類が牛の角のような一体の触角を頭部に持つことからウミウシという呼称がついた。また、小笠原諸島では触角の形状を猫の耳に見立ててウミネコと呼ぶことがある。なお、ウミウシと漢字で書かれた場合はカイン牛と読み、ジゴンやマナティなどウミウシ目の海性哺乳類を指すのが通常である。 主に浅い海の海底に生息し、世界中に分布している。体長は数ミリメートルから20から30センチメートル程度まで。形態は種によって変異に富み、色も青、赤、緑、黄色、ピンクなど鮮やかな原色系の体色を持つものから地味なものまで様々である。種によって触覚は2体から1体で分岐するものや全く描くものもいる。 基本的には貝殻を持たないが、痕跡的な貝殻を持つ者も,もいる。詳細は、後ー公の格公を参照。植生は、肉食から草食まで幅広い。肌カエラ類には、四方動物や海面動物、コケムシ軍隊性のホヤといった、軍隊性の動物を餌にするものが多いが、中には、魚の卵や他の海牛を襲って食べるものも知られており、 メリベルイは小型のエビのような活動的な甲殻類を巧みに捕食する。一方アメフラシやノーゼツモクに属するものはほとんどが草食で海藻などを食べる。また種によっては泳ぐ種もいる。有毒な付着生物を食べることで体内に毒を蓄積している種も多く、多くは食用には適さない。派手な色合いをしているものはそのような点で警戒色ではないかと考えられている。 一方で、派手な色は、熱帯のンゴ礁などでは、隠蔽色として働くとも言われる。このハウミウシや、光ウミウシは点滅する傾向を放つ、生物発光の能力がある。特殊な性質として、肌カエラ類のうち四方動物を捕食する、ミノウミウシの種の中に、餌の四方を体内に取り込み、それを背面に保存して、自分が敵から身を守るために使うものがある。 これを投資法という。また、脳絶目には、やや類似の現象であるが、海藻を餌とし、餌の葉緑体を、自分の細胞内に、ウ牛ウは、死有動体であるが、受精は異コ体間で交尾することで行われる。卵海は渦巻き状。孵化した妖精は、ベリジャー妖精と呼ばれ、巻貝のような殻を持っている。ベリジャー妖精は、冬生活を送るが、やがて変態し、 殻を失って、定性の生態となる。のウのウシやムカゲメリベ、裸ウミウシの仲間など、背中に突起を持つ者の,の中には、刺激を受けるとそれを切り離してしまう、地切れをする者がある。体には、再生能力がある。ウをドりすウィルニーウ,ミウシは、採集が容易であるが、飼育は困難であることが多い。ウミウシは、海面や、ヒドロムシ、コケムシ、ホヤといった、 軍隊製のベントスを食べるものが多いが、餌となる種が、それぞれのウミウシで限られている。そのため公的な餌種を野外で区別し、見つけ出すことは困難であり、餌の調達が難しいことが第一に挙げられる。例外的にメリベウミウシは、アルテミアやスジエビ類によって、またアメフラシ類は種ごとの好みの海藻が容易に、採取できる環境ならこれを与えて飼育することが、可能である。 また、生体の飼育に成功しても、卵を孵化させて、類代飼育することはそれ以上に難しい。ほとんどの海ウ牛ウは、卵からプランクトン生活の妖精の形で孵化するが、これは流れのない水槽では、多くが死滅してしまうし、循環。また、表面張力で妖精の殻が水面に張り付いてしまうのを防ぐための特殊なテクニックが必要となることもある。さらに、 妖精の時期に餌となる植物プランクトンを培養して安定して確保しなければならない上に妖精の育成に成功しても生態が餌とする生物の上でないと変態しない種も多くこれも二世を得ることを困難にしている海牛ウウが属する複足砂の分類は1980年代以降分岐分類学の考え方を取り入れた新しい分類体系に再編成されつつある その中には、アトエラアコウが、アト後枝木に、裸ラメが、裸エラ,メが裸エラアもくに、雨フラシが属するブタテメが、ブタテアモクにというように、再編成した分類も現れたが、アトエラメは多系統であるため分類群としては、認めないのが主流になりつつある。これらのモクをアモクとする分類もある。ほぼすべてがウミウシに含まれるグループに、一部が含まれるグループにをつける。ブーシェイ。 p ラクロイ、JP2005 では、アトエラ類をインフォーマルグループと位置づけ、その下に7つのクレイドと2つのグループを認めている。ここではそれらをタグイとする。9分類と比較すると、次のような変更がある。海ウ牛ウと呼ばれることが多い種を含む目のみ上げている。かは、日本産の代表的なもののみ上げている。頭立て目セファラスプイデや立て目には、 貝殻は完全なものから小さく内部に渦漏れているものを経て全くないものまである。貝殻が体内にあるか消失したカノコキセワタガイカ、ウミコチョウカ、ウズムシウミウシカはウミウシに含まれる。ブタテメアンスポイディアブタテメはうつせメガイカのものを除くと貝殻はないか小さな板状になりしばしば薄くて小さく体内に埋没したものになっている。 そのため、海牛に含めることもあるが、通常、模色性であるなど、形態や生態が独特で、アメフラシとして別扱いすることもある。砂海牛目やコックリデア砂海牛目には、貝殻がなく、海ウ牛ウに含まれる。脳絶目セカグロッサこのハミドリガイ脳絶目には、貝殻は、完全なものから、全くないものまである。絶脳という機に収容された特殊化した施設で、 緑藻の細胞に穴を開け、内部の原形質を吸い取って食物としており、体内で分岐した中長線はしばしば鮮やかな緑色をしたものが体外からも投資できる。この木に属する動物には摂取した餌に含まれる葉緑体を生きたまま中長線の細胞に取り込み、しばらく生かしたまま光合成を行わせて利用するものが含まれる。この現象は発見当初は、 単細胞藻類との細胞内共生と思われたが、形態学的、分子生物学的手法により、食物の葉緑体であることが確認されている。千鳥緑貝など、この葉緑体の光合成に依存するものも知られる。言わず多属コールルピの緑藻を宿主とする、渚のつゆ浄化、その他の緑藻に宿主の範囲を広げた、極楽緑貝浄化と観覧海牛浄化の3。 浄化に大きく分けられ、渚の梅雨浄化以外の植生の多様化を起こしたに、浄化に、貝殻がなく、海ウ牛ウに含まれる。カサカクルインブラクリダ三角類は、極めて小さな殻を、体の背に持つのみで、海ウ牛ウに含まれる。ガワエラ類、プラロブランケモアファガワエラ類は、殻がなく、海ウ牛ウに含まれる。裸エラモクニューリブランキーやモーミノウミウシ科に属する。 バー小沢レシェンズ裸えらめには貝殻がなく海牛に含まれる。以下の分類での暗黙は古いものである。ありがとうございます。